2015年5月28日、中国の掲示板サイトに、訪日中国人は、毎年日本に空母5隻分のお金を落としていると題するスレッドが立った。スレ主は、今年の旧正月だけで、中国人旅行客による日本の収入は約10億ドル、約1240億円となった。これは、出雲級のヘリ空母が1隻買える金額だ。2014年の中国人旅行客による日本での消費金額を軍事費に例えると、出雲なら5隻、オスプレイなら71機、F-35 なら41機買える。日本に行く中国人をどう思う？と質問している。これに対して、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。それは、中国によくよく感謝すべきだよな。日中関係が緊張することを望む。そうすれば日本に行く中国人は減るから。鎖国しろ。中国人を外国へは行かせず、外国人を中国に入れるな。そんなことを言ったら、日本による30年間の援助で中国は何隻の船が作れただろう。80、90年代の日本からの援助のおかげで、中国は現代化と日本を倒せと叫ぶことを実現した。日本人だって中国の果物や食物、石炭、木材、レアアースを買っている。日本人は中国が原爆を1000個作るのに貢献しているということになるな。日本の旅行客と日本による投資は、中国が20個の核爆弾と200個の弾道ミサイルを作る助けになっているが、お金があったら日本に行くべきだよ。日本旅行に行くことは日本を支持していることと同じではないし、ましてやファシスト侵略を支持することでもない。中国旅行に来る日本人も多いけど、中国が好きとは限らない。